釧路外環状道路は、北海道の釧路市鶴野から、釧路郡釧路町上別歩に至る、総延長 16.8km の自動車、専用道路である。標識では、釧路外環と記されている。高速道路ナンバリングによる路線番号は、釧路西インターチェンジ釧路東インターチェンジ間は、E38 が、釧路東インターチェンジ釧路別歩インターチェンジ間は、 2、e、4 4が割り振られている釧路市街における交通混雑及び交通事故の低減による道路交通の停止性安全性の向上を目的とし国道38号及び国道44号のバイパスとなる自動車専用道路である釧路西インターチェンジで北海道横断自動車道及び国道38号バイパス釧路新道と接続する計画であり 道央県や十勝県と釧路、根室県を結ぶ高規格幹線道路網の一部機能を代替すると、共に釧路市の東西を結ぶ広域環状道路を形成する。全区間が暫定に車線である。主な橋全区間が暫定に車線の対面通行であるため、上下線で一つの橋になっている。24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成。 ありがとうございます。